どうして重金属や電磁波が体に悪いといとうのかそれは重金属や電磁波が体から生体エネルギーを奪い体が酸化するからです酸化とは相手から電子を奪うことでもあるから体が電子を奪われると酸化が起きます重金属や電磁波を発生させるものが 体も酸化させるということです金属は体よりも電気を流しやすい性質がありますこのことを導電率が高いと言って電気の流れやすい性質のことで体よりも金属の方が導電率が高いことが知られています重金属は相手から電子を奪い酸化されやすい性質があります だから重金属が少しでもあることでも重金属は有害な状態に変わり生体から電子を奪います携帯電話やスマートメーターなどは近辺から電子を奪い電磁波を発生しますだから近くにいるだけで電子が奪われ体が酸化するのです人の体は、 食べたものを電気エネルギーに変えていてそれは心電図や脳波が測定できるのでわかると思います正解電流の不足は正解エネルギーの不足の原因になります重金属や電磁波が体に悪いという理由ですこれは地面に触れることで解決しますので正解電流を補うことを意識して なるべく地面と触れ合うことをお勧めします